タンペ製薬株式会社は、大阪府茨城市宿野省に本社を置く製薬会社である。1894年創業。コーポレートメッセージは、清潔で健やかな暮らしを創造する創業者の森平米が、1894年に大阪、震災橋にて、医薬品の製造販売を行うタンペ商会を設立する。社名は当時流行していた野豪、丹波屋と、 自身の名字から平らを取って命名された。過去には、同社が写真関連の薬品、写真用品などを扱っていたことから、1924年に、当時同社が本社を置いていた震災橋2丁目に、短篇ハウスを建設し、ここから上田備えさん、安井中寺などの才能が集まり、短篇写真クラブを結成するなど、難波、震災橋間のモダニズムに貢献した。 虫歯用痛み止め薬の新今治水や便秘薬、健能丸に加え、水虫、他、虫用の塗り薬のアスター軟膏などの医薬品を取り扱っている。この他にも育児用品やトイレダリー分野では、アトピタシリーズのベビーソープ、ベビーシャンプーなどを発売している。思考が赤く染まり、はっきり見えるようになって、磨き残しがわかり、しっかり磨くことのできる、歯磨き上手。 子供歯磨き上手や、リコーダー専用の洗浄剤、縦笛丸ごと洗い、へそのごまを取る、専用のクレンジング剤、おへそきれいなどを販売している。ありがとうございます。